伝説の生き物アンピプテラ。アンピプテラは、イギリスの伝説に登場する、翼の生えた蛇のことです。昔々、イギリスの片い中に小さな村がありました。その村は豊かな自然に囲まれ、人々は平和で幸せな日々を送っていました。しかし、ある日、村に変が訪れました。噂によると、空を飛ぶ蛇、アンピプテラが近くの森に現れたと言われていました。村人たちは最初はその話を信じませんでしたが、 次第に森の近くで不思議な音や影を目撃するようになりました。そして、ある日の夕暮れ、若い村人が森に入ったまま戻らなくなってしまったのです。村は混乱し、人々は恐れに震えました。しかし、村の長老たちは恐れを振り払い、アンピプテラとの対話を試みることに決めました。彼らは森へと向かい、アンピプテラに平和の意志を伝えました。驚くべきことに、アンピプテラは人々の言葉を理解し、 彼らの平和への願いを受け入れました。彼は森の奥深くに住むことを選び、人々には平和をもたらす存在として認識されるようになりました。以来、アンピプテラは村の守り神として崇められ、村人たちは彼の存在を信頼し、共に暮らすようになりました。そして、その村は再び平和と調和に満ちた場所となったのでした。アンピプテラを通じて、異なる存在同士が理解し合い、共存する力を描いた物語となっています。